ある。曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして追い上げ発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットホームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これがその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出して見ようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、まもなく車掌の何か言いののしる声とともに私も乗っている二等室の戸がガラリと開いている。十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずしりと揺れておもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットホームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽、そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって巻きタバコに火をつけながら初めて物言いまぶたを上げて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って横撫での跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌え色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた下焼けの手の中には三等の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその
頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから薪たばこに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時勇敢の紙面に落ちていた外交が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何なんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前で浮かんできた。言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかしその電灯の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく世間にあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題、神父神の特色事件、死亡広告、私はトンネルへ入った一瞬間、記者の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それなのにサクバクとした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。がその間ももちろんあの小娘があたかも貴族な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車とこの田舎者の小娘と、そしてまたこの平凡な記事に渦巻っている勇敢と、象徴でなくて何であろう、不可解な過当な退屈な人生の象徴でなくて何であろう、私は一切がくだらなくなって呼びかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始め、それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。が重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの頬はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私幾分ながら同情を聞くに足る者にはそういなかった。しかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、汚職の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点のいくことであったにもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。
いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちた。そしてその四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私のハンケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。いや、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿をバイエント伝統の光戸の中に眺めた時、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳やんだ私はこの見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元通り窓の戸を閉めらせたのに相違なかったのである。しかし汽車はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くにはいずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう。ただ一流の薄白い旗が物陰に母色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと、その時その焦作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆この曇天に押しすくめられたかと思うほど揃って背が低かった。そしてまたこの町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を上げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命に音が知らせた。するとその瞬間である、窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を踊らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ、汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。
思わず息を呑んだ。そうして刹那に一切を了解した。お娘はおそらくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘はその懐に蔵していた幾かのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの労に報いたのである。汚職を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、全ては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎ、私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられた。そうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げてまるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけの頬を萌え色の毛糸の襟巻きにうつめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等金符を握っている。私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠と、そしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。